からな。あ、来ましたね。はい、はい、まあ、じゃあちょっとそのかっこいい住宅展示かっこいい影田つまりさん、うん、のその生歌を聞きに来週はね、そう、来週18日ジャイブに9時からはい、口パクじゃないですよまあその時に CD 販売、 CD 販売、まあ、サイン CD 販売記念ゲストですので、ね、そうなんですよ。だからこの日はですね、はい、あの上綱さんが MC で、かきさんが歌手としてゲスト。そう、あ、また僕ゲストなんですね。そうなんですよもうこれはその恋模様はあの発売記念 の、はい、あのジャイブのゲストということなので、すごい、ぜひ皆さんの生歌を聴きに、そして CD を買いに、はい、そう、それであの海外へね、CD を発送しなきゃいけないんですよ。そうなんです。どうしよう、ね、タイの方から大量発注があったら。今のうちにマネージャーの名乗りを上げるから。そう、私でよかった。美人マネージャーで。記憶がちょっと、まだ受講してないもんね。ぜひ受講してください。辰巴さんが、そうです、私です。両方でログインしてくださって、はい、じゃあ、はい、あのぜひ来週ね、はい、来ていただきたいと思います。来てください、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日なんかちょっと途中でねクリクリしましたけど、はい、あのなんていうんですか、こう雰囲気の変わったゆかりの MC さんがゲストで、よかったでしょうか、はい、ありがとうございました。あの第2弾、第2弾、第3弾もちょっとやりたいですね、間を。そうですね、だってすごくご活躍だから。そうですね、何を考えるのかなそうそう、でもこの広島イベント参加隊はちょっと興味があるかも、いろんなことやりますよ。いや、でもね、私は本気に入りますよ、はい、ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、あの、新参者です。ぜひ、だんまったら費用もかかりませんからそうですね、はい、もうあの、ちょっと猫の事案は本当にやめとくんだねじゃあ私とゆかりは本気で入りますので、そう、はい、うん、ね、うん